どうも、銀さんです。今回の動画は、今月8月に見に行くであろう映画をちょっと紹介していきます。はい。もう公開してますね。ミスター・インクレディブル。ファミリー2ですね。これ多分マックさんと2人で見に行くので、多分2人でレビューして動画開けると思います。続いてがフォールアウト。僕はあんまりミッションインポッシブルシリーズ好きじゃないんですけど、マークさんが大好きなんで、まあ、で、なんで僕が見に行くのかというと、トム・クルーズが骨折したにもかかわらず撮影を続けたということで、なんていうのかな、その勇姿を見たいなと思って。はい。で、多分見に行くかなっていうのが銀魂2。銀魂2も、まだ銀魂の1作目を見てないんですけど、YouTube でちょっと面白シーンみたいなのを見て、あ、面白いなと思って。佐藤さんかな？佐藤二朗さんの演技がやっぱり素晴らしい、面白いなと思って、それでちょっと興味が湧いている感じです。1作目を見てから、多分まあ2見に行くけど、一作目を見てから判断したいと思います。はい、続いて。検察側の罪人。これはもう、キャスティングが、木村君とニノ、ジャニーズのツートップのグループが、なんか、異例の共演っていう、ここに来て。なので多分、僕は見に行きます。多分、マックさんは、邦画やし、見に行かんと思う。はい、続いて、アントマン&ワスプ。僕もアベンジャーズというか、マーベルの作品、単独作品にはちょっと飽きてきてるんです。飽きてきてるし、一作目のアントマンも見ましたが、そんなハマらなかったんで、見に行くか、まだ、迷ってます。そんな感じですかね。まあ、今月見に行くのはこの5作かな。まあ、最初のインクレディブルファミリーとミッションインポッシブルは見に行きます。はい。それだけです。今日は。終わります。